どうも、聞いてくれないか、今です。おしゃしゃ、太郎。あ、来たぞ目指すな、チャンピオンというわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関をやっていきます。うわぁ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 今回の都市伝説は、NASA によって立ち上げられた地球防衛軍。この組織は、地球を他の惑星から守るため、というわけでですね、今回その地球防衛軍について触れていきたいと思います。もし人類が滅亡するとすれば、考えられることは核戦争、疫病、小惑星の衝突が考えられるのね。それがいつになるのか、そもそも人間が生きている間に起こるかはわからないのよ。これに対し様々な疑問はあるけども、答えとしてはいつになるのかは発見され次第ということとなるんだ。そのため早期発見が鍵となるのは確かだね。そして2016年、 NASA が小惑星の接近から地球を守ることを目的とした新部門、惑星防衛調整局 PDCO を新設した。関さんもね、15年ぐらい前に地球防衛軍って、ね、入ってた。そうそう、小学生の可愛い遊びだそしてアメリカの首都ワシントンにある NASA 本部に設置され、惑星防衛局長職が新設されたのよ。そして地球に衝突し災害をもたらす可能性のある大型の小惑星や彗星など潜在的に危険な天体 PHO の早期発見を目標としてる。 PSP でやってたなゲームだろさそして PHO は地球軌道の750万キロ以内への接近が予想される直径30から50メートル以上の天体と定義されてるのね。こうした天体を追跡し警報を出すとともに軌道を変えさせることも試みているというのよ。そして万が一間に合わないと判断すれば、アメリカ政府と連携し衝突に備えた対応計画を立案するというので。おー、地球に衝突しそうな隕石を打ち返すってことでしょ。そうそう、任せ、ファントで送ってやるよ。落ちるだろそして現在差し迫って危険な小惑星はないとされてるけども、危険性の高いものは毎年1500個も発見されてるのよ。そして小惑星や彗星は約46億年前に太陽系が形成された初期の残骸で、火星と木星の間の小惑星帯には直径1キロ以上の小惑星が推定110万から190万、それより小さい小惑星は数百万個存在するというのね。そしてそれらがあまりにも巨大で、しかも地球に衝突する可能性があるとしたら、恐ろしい騒ぎになってしまうね。つまみ食いしてやるよでかすぎだこの小惑星の脅威から地球を守る事業は数百万ドル規模の予算が投じられ、国際規模にまで成長してるのね。そして映画アルマゲドンでは、衝突しそうな小惑星に宇宙飛行士が乗り込んで核爆弾を仕込み爆発するという話があったのよ。しかしその方法だと大量の破片が地球に降り注ぐことになってしまう。しかし画期的な方法がもうすでに開発されてるかもしれない事案が発生していたのね。それは2013年2月、ロシアのチェラビンスク州上空に隕石の落下が発見され大騒動になったのよ。しかし直前で謎の飛行物体が横切って隕石が破壊され、複数の破片に分裂し落下した。鈴鹿とかじゃなくてありえねえなそして爆発的なエネルギーが放出され、これにより地上に到達した衝撃波は4474棟の建物に損壊を及ぼし、割れたガラスを浴びるなどで1491人が重軽傷を負ったのね。しかしこの隕石が実は何者かによって空中で破壊されたのではないかという話が持ち上がっており、映像には確かに何かが通過する様子が映し出されている。または隕石ではなく UFO なんじゃないかっていうね、噂もあるんだよね。そうですか。そして隕石とは違う物体が横切っているのがわかるけども、秒速15キロマッハ44の対象物を撃ち落とすというのは相当な技術力なのね。これは軍事技術を誇示するため隕石を意図的にロシアに落としたとも言われてるんだよ。現在ロシアとウクライナの問題が熾烈を極めてるけども、ロシアを暴発させると我々が想像しえない恐ろしい展開になるかもしれない。恐ろしいや投げやりだな